はい、どうも皆さん、こんにちは、春清です。ということで、今回はね、DFM の方で、全体でね、オフラインイベントがあるっぽいんで、今回はその動画の裏側密着動画撮っていきたいなと思います。ということで、俺とチョコラブさんとエイムさんは、なんか前日入りっぽくて、DFM クルーの方で限定動画を撮るらしいので、俺とチョコラブさんとエイムさんだけ前日入りなんですけど、まあ、今回はね、オフイベの、2日間かな、だから2日間の、裏側動画撮っていきたいと思います。ということで、チョコラブ M と合流したらまた撮ろうかな。はい、ということで頑張っていきます。チョコラブさんとエムさんと合流しました。どうも。どうも。名古屋についてね、ご飯をなんか食べようかなと思ったんですけど、思っている時間がなかったんで。そうだね。ちょ、開けて。何食べようと思ったけどさ、その現地でね。そうそうそう。そのお店で食べようと思ったけど、ちょっとね、時間が押してたからね。並んでたしね。そう、だからお持ち帰りで買ってきました。エムさんが何これ。ひつまぶし。ひつまぶしで、僕のは普通のうな重。な重。はい、いいですね。この後はなんかクルーでホワイトデーのチョコ作り動画、うんうん、クルー限定の動画を撮るっぽいんで、それまで待機。はいはい。なんか一言あれば。何その笑ってんの。なんかね、なんかオフのさ映像自分ばっか撮っとったからさ動画でなんか結局撮られる方ってさ、すごい恥ずかしいなって実感する。なんで自分撮んないのってか。撮ってあげるわ。いや、別に撮んなくていいよ。なんで。あ、俺もうな重ですね。あ、違う、うな丼。うな丼だわ。なんかすごいこれパキ。あのさ、普通に下手。何これ、なんかさ、何でしょ、この下手すぎでしょ、さすがなんかさ、このめくれ上がっちゃう、このささくれみたいなやつがあるとさ、嫌なんだよね、俺。食レポしてよ。いいよ。匂いがうまそう。それな、匂いがすごいいい。ちゃんと俺、絞り出す系だから、ちゃんと、一滴残らず。最後ちょっと出かけたやつ舐めない、大丈夫。あー、うれうちしなかった。じゃあいただきます。はい、じゃあチョコレート食レポどうですか。すっげー、このうなぎすっごい弾ける口の中で。え、うなぎって炭酸、あ、このうなぎ炭酸のイケスで育ってる。炭酸のところで育ってるからパチパチする。まあそんなの置いといて、いただきます。うん、おいしい。どんくらいおいしいかっていうと、おいしい。これみんなわかんない、わかんないか、みんなわかんないか。俺の前のユニバーの動画の時のエイムさん、エイムさんどう、おいしい、おいしい、どのくらい、おいしい。俺がおいしいって聞いて、M さんおいしいって言って、その後に俺がどのくらいおいしいって言ったら、おいしい。どのくらい、おいしい。あれが一番おもろい。 M さんはまたまた食ったな。いや、山椒かけた方がうまいけどね。なんか俺あんまいる山椒。いや、そんなかけないよ。これは何なの、山椒かけた。これはまあ、最初に最初普通に食べて半分ぐらいでなんかこれかけやんじゃない、あってきたら味変、そう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 、お茶漬けみたいな。なんでよ。いただきます。はい、どうぞ。どうですか。おいしい。え、どんくらいおいしい。おいしい。やっぱり。はい、ということで、なんかこっちのキッチンスタジオがあるんで、ここで多分チョコ作りで撮るのかな。
終わったらまた回します。クッキー作りが終わって、この後ね、ソロ大会があるんで、まあ、オフラインイベントの会場で、はい、ここからソロ大会出ます。チョコラブさんもいるし、M さんです。はい、ソロ大会頑張ろうね。頑張ろう。ブヨさんとかいるかな。いたいた。裏側動画撮ってる。あ、裏側か。ちょっと待って、音楽聞かないけど。ブーリルさんです。やっほー。ここから総大会やるからさ、頑張ろうね。いや、今、瞑想してるから。あ、そうなの。話しかけないで今、瞑想してるから。あの、キーボード映し、くっそ汚いんだけど。いや、ダメだよ。これダメだよ。キーボードがくそ汚いです。ということで、この後もう、何分後？今何分だ？あともう6分後とかに総大会が始まるんで、総大会頑張ります。なんかソロ大会ができなかったんで、みんなでご飯食べに行きます。中華料理屋さん来て、俺ラーメンセット頼んだのにチャーハンが一緒に来ない。エイムさんが油淋鶏セット、はい、で、チョコボさんが何？僕は花団子。花団子じゃん。花団子だよ。え、なんだっけ、ごま団子か。ごま団子は頼んだよ。ごま団子セットね。ごま団子じゃん。そう、ごま団子セット。何がついていくんだろう、セット。ごま団子とコーラだけだね。まあ、中華料理。ごま団子セット。ごま団子セットね、じゃあ。はい、ごま団子セットです。なんか、ブユさんと分けるんだよね。そう、うん、これ食べれんから、まあ、ということで、食べます。はい、ごま団子。ごま団子いただきます。どう？おいしい。どんぐらい？どんぐらいおいしい？おいしい。すごいって。皆さんどう？何？美味しい？美味しい。どんぐらい？美味しい。ブーさん美味しい？うん。どんぐらい美味しい？美味しい。アホだ。はい、ということでね、やばい、肌荒れがすごいんだけど、毎回もう肌荒れは俺のなんかもうチャームポイントみたいになってきてんだけど、もう髪がやばいね。もうね、ご飯食べて。ホテルに来たので、もうまた明日のね、明日がちょうどオフイベあるし、まあその後ね、実はオフイベの後にデュオキャッシュもあるんで、それだけね、頑張るっていうか、まあオフラインイベント明日また朝もう8時ぐらいからなんかもう行かないといけないっぽいんで、もう今から風呂入ってすぐ寝て明日に備えていきたいと思いますってことで、とりあえず、1日目かな、はい、1日目はこんな感じで終わりです。また明日頑張ります。おやすみなさい。2日目ということで、今日がねイベントの日で、もうなんかメイクとか髪のセットとかしてもらったんですけど、ちょっとね今からいろんな人のところに行きたいなと思います。チョコラブさんです。鏡越しの、どうも。どうも。今日の意気込みお願いします。意気込み、はい、まあ目立たないように頑張るわ。目立たないように。ブエリルさんです。どけよ。今日の意気込み、ごめんなさい、今日の意気込みだけ、ね、今日の意気込みはデュオキャッシュ突破します。そっちじゃないよね。あ、そっちじゃなかった。イムさんです。携帯なくした。携帯なくした。今どうの今の気持ちは、もうこん今ない、今ない。ただタクシーかホテルか、今の誰かが鳴らしてもない。そうですね。今の気持ちはやばい。マジでやばそうな。ガチの裏側だよ。動かないと録音できないし。今日の会場です。携帯見つかったらしいです。見つかりました。よかった。よかった。マジで焦った。どこまで行ってきたの？警察署。警察署に届いてた？うん。運転手の人が届けてくれたみたいな。ああ、じゃあよかったね。タクシーに押してたのね。そう。タクシーで携帯触ってたの？いや、触ってないのに。触ってないのに。ポッケに入れてたのが落ちちゃった。ああ、じゃあ落ちちゃったの。うん。なるほどね。
じゃあ、まあ、ひとまず安心ということで、よかった。開始5分前です。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。もうめっちゃ入ってるよ、多分もう。もういると思う。関春京さんに睨まれたんでしょ？そう、なんかね、あのゲームするこの、なんていうの、モニターの奥が透けてて、そこが通路なんだよね、ちょうど。で、あの水を飲みに行ったらめちゃめちゃ見られました。俺が水飲んでるとこめっちゃ噛みされた。睨まれたわけではない、うん、いや俺目はコンタクトしてもさ、目が悪いから見られてたのは分かるけど、もしかしたら睨まれてたかもしれない。殴りかかりに来るんじゃん、ワンちゃん。その場合終わる。行った瞬間にうわって危ない。だからそこの通路もさ、めちゃめちゃ見られてたから、あ、どうもどうもみたいな感じで抜けてきた。頑張って、じゃあはい、頑張りましょう。頑張りましょう、はいはい、あと5分後5分後とかするの、もうあと3分ぐらい3分後ぐらい、え、2分後じゃない、もう2分後、もうやばい、2分後、半でもういきなりスタート、わかんない、え、でも半って書いてあったよ、この台本には。今始まる、うん、やばい、ということで頑張ります、頑張ります、頑張ります、はい、ということでね、今イベント終わったということで、今からユーキャッシュ、ユーキャッシュ頑張ります、頑張ります、予選突破したら6時間やらないといけないってことで、ユーキャッシュ頑張りまーす。いや、花見じゃんけんね、はい、最初グーじゃんけん、ほいはい、こうでしょ、やったー、はい、花見俺のあったから、いや、男気とかじゃないから、男気とかないから、キレイに行くわからん、続けてね、こういうの何じゃんけんぽい、はい、はい、肉らしい、はい、肉らしい、ヤクザ先やるぞ、はい、やくよ、俺が勝つ流れだったのか、結局、はい、よこせ20次の20、よこせ次の20、こっちにやられてんけど奪えへんようにした、焼肉来ました、いや、逆、逆、順番逆え、花見じゃんけんからのスタートじゃないの、はい、おいしい、うん、よかったじゃん、締めのカルビじゃんけんね、1枚ね、最初はグー、それではポイ、あー、行こうでしょ、なんか触れてない、あー、行こうでしょ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 、あ、行こうでしょ、なんか言ってんねん、そんなことある、え、あ、はよ、最近やっといて、うん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 まあまあ、言ってやるよ、はめられたぜ、すぎる、何何何何、あ、すいません、最初はグーじゃんけんぽい、あいこうでしょ、あいこうでしょ、あいこうでしょ、おお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 おあの、すいません。完全にエンディングを撮り忘れてました。ということで。もうあの後ね、あの、焼肉は、チョコラブさんが帰っちゃったんで、先に、ネフさん、チョコラブさん以外の、ネフさん、ブユーさん、ハムッピさん、エムさん、俺の5人で、焼肉行って、で、そのままホテル行って解散して、朝、に、エイムさんと一緒に、帰ってきて今って感じで、はい、まあそんな感じで、2日間の、イベント、2泊3日かなの名古屋のイベントが終わりましたということで、まあ、そんな感じの動画でした。まあちょっとね、あのなんか思い出みたいな感じでね、あのゆるく動画を撮ったんですけど、よかったらねチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、よかったらね、また次の動画でお会いしましょう、バイバイ。